今回あの初出展なんですよ。実は僕去年ビットサミット参加したんですけども、グラスホッパーとしては今年ブースを出しまして、まあ、何を出しているかというとですね、シルバー事件というゲーム、まあ、去年 HD リマスターしましたグラスホッパーのデビュー作なんですけども、この実はシークエルが存在しまして、2005年、いわゆるガラケーと呼ばれているフューチャーフォンですかね、版で出したシルバー事件25区というゲーム、それの当時のオリジナル版を PC コンバートしたものがビットサミット限定で遊べます。あとはですね、任天堂スイッチで今トラビスタッチダウンの新作を作ってるんですけども、まあ、その大きなアップデートがありました。情報がなんと T シャツを作りました。見てください、かっこよくないですか。こんな感じですね、トラビスストライクスアゲン、はい。これはですね、サンシーさんというところが、あの海外の、グッズメーカーさんなんですけども、そこが作ってくれまして、価格は3000円です。皆さんぜひお買い求めいただけないかもしれませんけども、ね、ビットサミット限定かもしれないので売り切れたらすいません。そうですね、なんていうのかな、結構去年はいろんなパックスとか、ゲームイベントたくさん行ってインディーゲームとたくさん触れ合ったんですけども、まあ、またそこから新しいゲームがボコボコ出てるじゃないですか。なんですかね、総じてレベルが上がってますよね。でそれに負けじと日本のインディーのなんか層も厚くなってきてるんじゃないかなっていう印象を受けてて、そこはなんか楽しみですね。これからあの海外のインディーゲームの影響を日本のクリエイターがダイレクトに受けて、でそれが切磋琢磨していくような、なんかそんな流れができてるんじゃないかなっていう。でさらにまた、ね、違うベクトルの方に行ってるような気はします。もう作家性が強いですよね。まあ、あの最近、ね、流行の言葉で言うと癖が強い、はい、千鳥的なことで言うと癖が強いなっていう、本当、はい、ね、インディーゲーム癖が強いと思いました。以上です。